んにちは、ゆうこです。ひでです。はい、今日はかわいい子が来てくれてます。イエーイ。今日はですね、はい、選手に挑戦です。ということで、素敵なゲストが来てくれてます。はい、はい、じゃあ自己紹介、名前を教えてください。鈴木ミーナちゃんです。はい、鈴木ミーナちゃんです、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、何年生？あ、2年生です。はい、2年生、今度2年生、次3年生。おお、次3年、春から3年生。はい、ということで、もう春だね。そうだね、もう春ですね。はい、3年生で、今日はですね、ヒデコーチと対決したいということで、はい、今日どんな対決やりましょうか。そう、正直あまりやったことがないんですけど、はい、超ハンデ対決。超ハンデ対決、はいはい、挑戦者は、はい、ダブルスのサービスラインより前だけど半面、お、一番ちっちゃい、一番ちっちゃいコートね、はい、コートでやって、はい、自分はもうダブルスコートまで、お、全部、はい、もう一個やりますよね。はい、もう一個は2人で50球連続でラリーが続けられるかなって。じゃあ2人で、はい、2人で挑戦、2人で挑戦ですね。はい、はい、じゃあ皆さん、ひなちゃんは何年生、いつからバトンに挑戦ですか。なるほど、おみなちゃん2年生の4月からバトンやってるということで、じゃあもう丸々1年、ちょうど1年、ちょうど1年、お、記念、記念、記念日として、じゃあ今日やっていきたいと思います。はいはい、行きます。レッツゴー、ゴー、ゴー。あー、そうそうそう。月曜日はプラクティスメニュー、練習メニューの大辞典。火曜日は体塾、バドミントンの体の悩みを解決しちゃうよ。水曜日はゲーム箱、コカキアの選手コーチのプレーをたくさん見てね。
木曜日はココバド、学校のバドミントン事情を一挙紹介。金曜日は日本一への道、チームコカケアの活動を応援してね。土曜日は教えて〇〇コーチ、コーチ陣のマル秘テクニックはこちら。確かに。お疲れ様でした。ありがとうございます。どうでしたか？いやすごいなと思いました。普通に負けるかと思いましたし、対決もやばいです。そして記録も出ちゃいました、ね、記録一発で勝負強い、勝負強い一発でできるなんて本当に、はい、頑張ったね。よかったね。よかったね。でそんなミーナちゃん、はい、成功したミーナちゃんに、はい、プレゼントがあります。え、何？サプライズ。じゃじゃん。え、 T シャツだ。カカキア T シャツプレゼントです。やった。あ、やった。よかったら見せてあげて、みんなに。これで帰れてくる。はい、また挑戦を。そうですね、待ってます。待ってます。それ俺今日持ってきてるんだよ、たまたま。同じ色。後で写真撮る。お揃いで。お揃いで写真撮る。お揃いで写真撮ろうか。そんなにいらないみたいですね。